閉塞性再帰管支援また非公式通称であるポップコーン肺は炎症により最小の肺の軌道が閉鎖される病気である。症状は乾いた咳、息切れ、全鳴、疲労感である。これらの症状は大概数週間から数ヶ月経つにつれ悪化する。これらは閉塞性再帰管支援肺炎とは関連しない。原因は有毒ガスの中での呼吸。 呼吸器感染症、抗原病、骨髄、または心肺移植の手術後などである。症状は毒性曝露2週間から8週後まで発生しないことがある。その根本的なメカニズムには炎症によって瘢痕が形成されるせいである。診察には CT スキャン、肺機能検査、肺の成検で診断される。胸部 X 線写真は正常な肺と同様に見られる。 治療による疾患の過逆はないが、症状の進行を遅らせることができる。治療にはコルチコステロイド、または免疫抑制薬が使われる。肺移植が試みられる場合もある。治療成功率は極めて低くほとんどの患者は数ヶ月から数年で死に至る。閉塞性再帰還支援は一般的には稀な病気であるが、 肺移植手術後から10年間で約75%の患者に発症し、骨髄移植手術を受けた10%の患者に発症する。この病状がはっきりと解明されたのは1980年である。早くて1956年には病状に関する記述がある。ありがとうございます。